皆さんこんにちは。ジェフユナイテッド市原チバルディースの瀬戸口梢です。私は小さい頃、時間さえあれば外でボールを蹴っていました。幼稚園の頃から外で男の子とボールを追いかけ、小学3年生の時に少年団のチームに入りました。少年団の活動がない時は、公園で友達と朝から暗くなるまでボールを追いかけるようなサッカーが大好きな子供でした。私が子供の頃にやっていた練習は、壁当てとリフティングです。特にリフティングは、回数だけでなくて、両足をしっかり使ってリフティングするようにしていました。私が小学生の頃の将来の夢は、当時 L リーグだったなでしこリーグで選手として活躍することでした。そのために自分自身と向き合って短所と長所をしっかり受け入れ、夢を叶えるために自分が今何をすべきかを考えていました。なでしこリーガーとなった今でも私はしっかり自分自身と向き合って今何が必要なのか何が足りないのかをしっかり考えて日々練習に励んでいます。現在チームは活動自粛中です。各自室内で筋力トレーニングを行ったり、近くの公園でボールを蹴ったりなどしています。フィジカル面では参考メニューがチームから出されているので、各自コンディションを調整している状況です。また、オンラインで全員参加の戦術ミーティングや合同トレーニングを行い、定期的に顔合わせて連絡を取っています。また、外で思いっきりボールが蹴れるように、しっかり手洗いうがいをして、今は感染予防に努めましょう。